WWE、バッドブラッド、10月5日、日本時間6日、ジョージア・アトランタ、緊迫感あふれる女子タイトル戦が、謎の美女の乱入によってまさかの事態に発展。場内ブーイングで騒然となる一方で、乱入美女の衣装にもファンが注目。何中格好や、ほぼ裸やん、服どうなってんだなど、再びどよめきが起こり、実況も唖然となる一幕があった。映像。 ファン騒然の大胆衣装 WWE のプレミアムライブイベントバッドブラッドで WWE 女子王者リブ・モーガントリア・リプリーの異根マッチが行われた。欠場中にベルトだけでなく所属ユニットも宿敵リブに強奪された最強女子コトリアが怒りを爆発させるも試合後半で予想外の美女レスラーが乱入。その大胆すぎるコスチュームにファンから驚きの声が上がった。 二人の因縁の火種となった、裏切りのブーイング王子、ことドミニク・ミステリオの介入を防ぐために、リング横にシャークケージを設置して軟禁しただけでなく、高いところに吊るすなど、念には念を入れて試合に集中する環境を整えて展開された一戦。高所と弊所ダブルの恐怖症のドミニクにとっては究極の拷問となったが、そんな不安もつゆ知らず女同士の激しい戦いが繰り広げられた。 序盤から実力で勝るリアがリブを圧倒。笑顔で痛めつけるも、リブも狡猾なインサイドワークでリアの古傷の左膝を徹底攻撃して反撃。試合中盤、再びリアがペースを握りドミニクの真下でリブをケージに叩きつけ、見せしめとばかりボコボコに。すると、リブを助けようとしたドミニクが、ケージに宙づり状態に。これまで散々裏切りにあってきたリアがレフェリーに、 一分だけ長大と申告。ドヤ顔でドミニクをしないで殴打ーーする復讐賞を展開したが、ここで謎の大柄女性が乱入。事態が一変してしまう。突然、現れたのは身長187センチと WWE 随一の大柄女子レスラーとして期待されつつも持病の悪化で長期欠場中だったラケル・ロドリゲス。まさかの展開に、誰、誰か来たぞ、ラケル。 とファンもどよめき。ラケルはリアをリングに戻すと、リフトしてマットに叩きつける。予期せぬ介入でタイトル戦はノーコンテストとなった。注目のタイトル戦を台無しにした乱入者に場内は騒然。ファンからも、なんでだよ、意味不明など怒りと困惑の声も聞かれたが、それ以上に注目を集めたのは、あまりにも大胆なラケルの衣装だった。 レザーパンツと合わせるように黒に統一したファッションだが、胸元を黒いスターで覆ってはいるものの、前面はかなり大胆な露出。まさかの展開、まさかの衣装に、服どうなってんだ、ほぼ裸やん、なんちゅう格好や、攻めすぎやん、私服なのか。すげえ衣装、コスチュームが天才とさらなるどよめきが起きる。このインパクトあるラケルの姿にアベマ実況の性の刺激アナウンサーも、 またすごいコスチュームで入ってきましたね、と思わず漏らすほどだった。リブの元タッグパートナーという関係性のあるラケルだが、大事なタイトル戦に水を差す不可解な乱入劇には疑問も。今後の展開が気になるところだ。アベマ WWE、バッドブラッド。